イルデフォンソあるいはイルデフォンスは7世紀のスペイン、トレドにおける大司教で音楽家、詩人、ベネディクト会士で聖母崇拝者、後にその地の守護聖人となる。スペインの天礼の見直しを行ったことや、聖母、マリアの純血書女性を記したこと、8世紀における異端との闘争で知られる。中でもマリアの論文は、 スペイン教会で最初に発された文書かつ彼の功績として最も知られているものと評され中世に広く読まれたとされる。これを含む四つの著作が1998年時点では残されている。トレロで活動した画家エルグレコの宗教画にも登場する。606年生誕。同じくキリスト教の聖人であるエウゲニウス二世の老い。 高貴な家柄の出身だった者の,の両親の意から外れ、修道士の道を志す。イルデフォンソは、セビリアにてイシドールスの下で教育を受け、その後、トレド近郊の上がり修道院に入る。後に、修道院長となって、トレド教会会議に出席した。西郷東レケス院との要望で657年に、トレドの大司教となり、9年間司教区を統括した。 聖母非正店の祭日に聖母の出現があった。聖書状を連れた聖母マリアから、イルデホンソは、祝福を授かったと言われている。ありがとうございます。